サラサラ会の三国天武道具でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーなんですけども、対戦軍団さんがですね、またまた JP 軍団となっております。 VS さんとの対戦となっております。この度名前伏せなくていいと許可の方いただきました。ご協力ありがとうございます。で、この間国戦の1組から4組のマッチング発表の動画を作らせていただいたんですけども、その時に4組内に入ってるということを発表させていただいた軍団さんということで、かなり強豪軍団ということになってますけどもね、どのような対戦になったのか見ていきたいと思うんですけども、僕いつも軍団戦ダイアリーのタイトルのところにですね、 JP 軍団さんだとか有名な海外の軍団さんと対戦という時にはですね、VS 〇〇さんみたいな感じでですね、タイトルに書いてるんですけども、この軍団名さんが軍団名がですね VS さんということになってるので、 VSVS ということになってしまうんですけどもね、まあちょっとこういった理由でそのような表記になってるというのだけご理解いただけたらなと思います。そしたら始めていきましょう。はい、第一出生、削りの出生となっております。で、これ、左から虎を出しております。同盟軍爆が右にあるにもかかわらず左から出しているというのはですね、これ援軍がね入ってなかったんですよね。援軍入ってない相手に攻めるという場合はですね、同盟軍爆への位置は当然気にしなくていいということになりますよね。で、かなり施設をしっかり壊せたので、これで月へそこそこ行ってくれるんじゃないかなと思います。で、右下から画領所轄を出しております。で、上から転移で憑依台のターゲットをしっかり、取らせてから周囲を出したいかなというところなんですけど、これ五雷4つにかかってるんですよね。で、これガル諸骨が早い段階で死んでしまったんですけど、で、ここで転移を突っ込ましてガル諸骨の復活のタイミングで、トラも一緒に出して五雷のターゲットを引きつけた結果ですね、スキルは1回打てたということになってるんで、その城の右下にあった気持ち悪い施設たちは壊せたというところですね。ヒヤッとしましたけどね、やっぱり五雷の位置が偏ってるとこんな感じで武将一人格殺してくるので恐ろしいですよね。で、下に射撃塔が残ってるのを狙って、このリュームを出してるんですけども、これ下の削りが甘いですよね。そのせいでこんな感じで流れてしてしまうんですよね。ここら辺ももうちょっとテキパキですね、太平を下から出すことができてたらもう少しこう上に行くのが早くなったんじゃないかなと思いますけどね。はい、ただなんとか能高は発動できました。で、ここで両毛が死んで、あとはもうその周りの施設を壊していくだけですね。 95% 破壊率稼いでるので、まあなんとかなるんじゃないかなと思いますけどね。で、下が空いたのでこれ太平を出してもうターゲット直取りしてるという感じですね。はい、爆弾も踏まなかったのでこれで削り切れるんじゃないかなと思います。ちょっと寝返りましたけどね、もう、そのまま押し切れるんじゃないかなと思います。あれ、またか、リップがおかしになってますね。3枚取れたんですけどね、ちょっと取れてないことになっております。なぜでしょうね、どこが違ったんでしょうか。おおむねこんな攻めだったような記憶があるんですけどね。そしたら第二出生見ていきましょう。はい、第二出生です。これ綺麗な外武将になってますよね。本来ならこういった相手は攻めたくないんですけど、もうこの方のところしか行くところがなかったんですよね。なんでもうしょうがなしに攻めてるという感じですね。で、これ転移でターゲットとガリオ諸葛のターゲットを引きつけて、こっちもガリオ諸葛出して、あと月夜も同時に出してるというところですね。これで、あっさりと相手のガリオ諸葛は倒すことができました。で、ここでガリオ諸葛雷のスキル使いましたけど、ここで火のスキルにね切り替えることができてたらここで死ななかったと思うんですよね。で、ここでね右上からこれ周囲出したんですよね。これがなんとも中途半端なことしてしまったなっていう感じですよね。この周囲をですね左から出していればもうちょっと展開変わってたんじゃないかなと思うんですけどね、この右上から出したのは本当に悪手だったなと思いますね。で、それであとまあ両毛が残ってるんですけど、この両毛をどう使うかっていうところですよね。城を直取りできるぐらいまでこの言うたら施設が壊れてたら、まあ、量も出せるんですけどね、微妙な感じですよね。ターゲット取れてんのか取れてないのかっていうところですよね。いや、こう見ると本当にこれ周囲を左から出してたらもしかしたらもうすでに城ぐらいは落ちてたかもしれないですよね、っていうぐらいちょっと惜しいことしました。で、ここで太平出してみた結果、これ城にターゲット取ってますよね。
なんで、あ、これでリョモは城に行くなっていう感じなんですけど、で、狼でね、先にノートが発動させてしまいたかったんですけども、爆弾踏みまくったせいで、ちょっとノートが発動できなかったですね。こうなったら、リョモでのゴッツァン、奪還2枚を狙いたいところなんですけど、これ。なんで太平と同じところで出さんのよっていう感じですよね。下に行ってしまいました。これでもう2枚取れる目は完全になくなってしまったので、しかもまだこれ破壊率が 46% いうことでね、なんとか1枚だけは削っとかんかったら0枚で終わるなんていうことは何があっても、まあね、ちょっと今の軍団の人数だと許されないところがあるので、ギリギリ 50% は到達したという形になっておりますけどね、なんとも不格好なねリップになってしまいました。そしたら第3出世見ていきましょう。はい、第3出世です。防衛にね、月影とか文王がいる方ということになってますね。ただ、こういったこの言うたら普段あまり攻めないような防衛武将の相手の陣形に攻めるときってね、割と失敗するんでね、ちょっと怖かったんですけどね。まあなんとか、まあ、頑張ってみようというところですね。で、今回は援軍が入ってました。なんでこう下に援軍を引っ張ってきております。この陣形もね、幾度となく対戦してる陣形になってるんでね、大体もう決めてます。下月影で上ガリオ諸葛という感じですね。で、ガリオ諸葛が右下に流れていけば一番いいんですけども、まあ流れんかってもなんとかなるだろうという感じですね。で、左から、転移こんな感じで出して、で、周囲も出すんですけども、割とこうご来とかのターゲットをしっかり引きつけた後に出してる感じですね。はい、ちょっと転移が遅かったので猛角を引きつけてしまいました。これで周囲のスキルとかが全部猛角に入って、後ろにダメージが入っていかないというね感じになってしまいましたね。なのでタイミングはちょっとミスってるんですけども、こうなってきた時はですね、その防衛武将のあまりこう固くないっていうのが生きてきますよね。もうあのかなり後ろ削れましたからね、ノートカバ発動させれたので、で、これ白も落ちましたねっていうことがあるので、やっぱりその防衛武将がちょっとその曹操とかですね、支流とかああいったえげつないがいないところっていうのはですね、ちょっと失敗してしまった時にリカバリが効きやすいのかなという気はしますけどね。それでも破壊率が圧倒的に稼げないような状況の時っていうのはですね、やっぱりどのような防衛武将でもどうもならんこともあるんですけどね。はい、あとはもうここが壊れたらというところですね。はい、さらし取れました。で、第4出世なんですけど、ちょっと僕の出世するのが遅くて、もう削り切られてたんですよね。なんでこの3枚狙ってしまうと白どこかしら落としてしまうみたいな状況になってるので、2枚狙いのリプということになるんで、もうちょっと今回は省略させていただけたらなと思います。そしたら奪還の方見ていきましょう。はい、奪還なんですけど、これ第2出世で僕がギリギリ1枚しか取れなかった方と同じ人で、で、さらに同じ陣形なんですね。なんで今回2枚狙いに徹することにしました。ということで久しぶりに刀順兵を使っております。で、この陣形じゃない人を狙ってさらちを狙えばいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、結構その占領班の人がみんなこの陣形にしてたんですね。なんでそれやったら1番を2枚狙いしっかりして、この方これ1番を占領してたんでね、で、まあ勢いつけたいかなということで、これ投順兵を大量に投入しております。なんだかんだで言うたら今一番2枚狙いやすい編成なんじゃないかということでね、紹介もさせていただいたことのある編成になってるので、まあなんとか2枚決めたいなというところですよね。で、これだいぶ、削れて、この奉仕塔ですね。この奉仕塔から、この城に行けそうな気がしますよね。なんで左ですね。左から、リョモを出せば城に到達するんじゃないかなということで出しております。で、これ、ガリオ諸葛ターゲット取ってもですね、あっさりと、まあ、ガリオ諸葛は倒せると思うので、城に行くと思います。はい、倒しました。で、この感じで、狙い通り、城にはたどり着いたんですけど、この回復奉仕塔ですね、これをちょっと壊せなさそうな感じになってしまったのが恐ろしいところですね。これがどうなるでしょう。どうも壊れなさそうですよね。ここまで壊したかったなーっていうところなんですけどね。で、こんな感じでリョモで城を落としきることはできませんでした。で、城を回復奉仕塔は回復してるんですね。これは嫌ですね。なんでこれ太平同人を大量に投入しております。
太平合計で何体入れてたんかな、6体ぐらい入れてたと思うんですよね。はい、6体入れてますね。これで一気に城を削ろうということですね。はい、さすがにこれだけ狼が取り付いたらですね、回復を人が、まあ、回復しててもこんな感じで城を落とせるということですね。ちょっと多めに太平用意しとってよかったなということ感じですね。逆に東巡兵は168しか用意してなかった感じなんですよね。マックス240のことを考えるとかなり少なめなんですけども、そのせいでちょっとあの回復放出ぐらいまで壊せなかったと、削りはちょっと甘かったかなという部分なんですけどね。ここら辺のバランスっていうのは非常に難しいところなんだと思うんですけども、まあ、結果オーライかなというところです。なんで一応奪還成功することができました。ホッとしましたけどね。そうしたら今週のベスト奪還見ていきましょう。はい、今週のベスト奪還はジャワさんになっております。なんだかんだでジャワさん3週連続じゃないんですかね。それだけちょっと魅力的なリップが多いので紹介させていただいてるんですけど、僕ねこの陣形攻めようかなと思ったんですけどね、やめたんですよね。微妙にここら辺外武将ですしね、なんかややこしそうだったのでやめたんですよ。そこからどのように取ったのかなというところなんですけどね、下リクソンですね。で右これしっかりとね、これ天意が月へ守る感じですね。ご来のターゲット引きつけております。でここでガレオ諸葛がスキル打つんですけども、やっぱりちょっと武将が外気味なので捕まってすぐ死んでしまいましたね。で天意を突っ込まして、で上から囲う妙斎ですね。ただ、外側で死にすぎたせいでガレオ諸葛がね結構復活してからのんびりとやってますよね。これで左上の方の施設かなり壊れて、でねこれ虎でねうまいことあの他の武将守ってるんですよね。それであのあんな感じで結構大丈夫かなっていう展開になったんですけどね、気がついてみればこのような形で 90% 削れてるという状態ですね。あとはもうその兵で削っていくだけという感じなんですけどね、面白い攻めですよね。虎をふんだんに使ってターゲット散らしたりとかね、あとまあリクソンと加工妙斎みたいなね、最新の騎中田武将を使った、まあ、先行ということもあって、なんか見てて面白いなーっていつも思ってて、結局なんか紹介する機会がね多くなってるんですけどね。僕やそうですねマズロさんの編成っていうのはね結構その皆さんもリップ見る機会多いんじゃないかなと思うんでね。ただまあうちの軍団先行使いが多くてですね、編成も様々でやっぱりそのおそらくなんですけども先行使いの数あと質的なことを言ってもですね、うちの軍団が一番なんじゃないかなと思うんですよね、先行に関してはですけどね。なんでまあそういった、まあ、軍団にせっかく所属させていただいてるんでですね、このような面白いリップも見ていただけたらということで今回ちょっとご紹介させていただいた次第です。ジャワさんお見事でございます。そしたらうちが3枚取ったリップっていうのを見ていきたいと思います。
いである。相当しろ。ダメだ。敵を掃討しろ。Thank you.
今我を見放す。はい、いかがだったでしょうか。やはり僕が奪還で攻めた陣形に対して3枚取ってる仙骨使いの方っていうのはいらっしゃらないという結果になってしまいましたね。地上で、攻めてる方はサラチ取ってたんですけどね。やっぱり厳しい陣形は皆さん避けたのかといったところですけどね。で、最終的にうちが勝てたのかというところなんですけども、はい、勝つことができましたね。4組以内に入っている軍団に勝ったというのは素直に嬉しいなというふうに思います。
ただその削りのターンですねの時はですね、お互い全占領してるという感じになってたんで、いい勝負だったんじゃないかなと思いますけどもね。また対戦する機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします。今回はご協力ありがとうございました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。